イブです、今日なんですけど、阪急メンズ店でですね、ポップアップイベントをやってるみたいで、何日間かあって、貢がずっと立ってるみたいなんですけど、今日は達也とかも来てるみたいなんで、様子を見に行きたいと思います。いた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 、いるいるいる。お前、すいません。来るな、すいません。ちょ、マジで来るな、もう仕事中だからもう怒られるって。ちゃんと立ってんじゃん。まあ、当たり前だろ。何その、もう見ろ、ずっと立ってだけだから。あれ、え、見ろあれ立ってる、立ってるだけ。あれだぞ。え、マジで嘘。さっきからあの位置、ずっとあの位置。そうそう、さっきね、うん、もう人がね、バーって来たわけ。達也が今日3時からおバーって来たよ。おずっとです、これこれも、あ、まあ動いてまあ、達也いるだけ効果だけ。まあまあ、いるだけ効果。分かってない、分かってない。分かってない。ああ。でも、めちゃくちゃ水が動いてます。嘘。役割分。動いてもね。会話をしない。ちょ、あんまり動くと邪魔だから逆に。あんま分かってない。あ、そう。あんまり分かってないの。場所とかも。ああ。実際ね。商品がどこに置いてあるかとか。なんでお前いんの。え？なんでいんの。いやいや、なんか二人が頑張ってるみたいだからさ。あ、ちょっと俺も来てみようかな。うん、じゃついでにほら、ちょ、俺帽子も欲しかったから。あ、帽子ね。そう、帽子達也のところ。あ、そう、買ってく。ちょっと達也にインタビューしてみて。達也、今日のこのポップアップイベントどうなのか。うん、おお、絶対聞こえてるけど。待って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 何で来たの。どう、ポップアップイベント。何で来たの。達也なんか店員みたいなことやったことあるの。いや、あるよ。だって働いてたからずっと。嘘。アルバイトしましたから。どこで。マルハン。あ、そうなんだ。いらっしゃいませ。その前にはなんか、ありがとうございました、少々お待ちくださいませ。それ今日やった。え、それ今日やった。やってないんだ。でも本当大変なんだよ、マルハン。あ、そう。そう、厳しいんだよ。まあ、そうだろうね。やってたの。あ、ちゃんとでも三つげちゃんと案内してますね。何やってんの。いや、なんか二人が頑張ってるみたいだから、ちょっと顔出してみようか。あ、そういうことですね。あと帽子欲しかったんだよ、俺。あ、この帽子ね。こいつ、うん、ありがとうございます。買ってきます。ありがとうございます。これもう残り1個ですよ。あ、マジで。はい。うわ、帽子すごいね。やばいやばい。販売。あ、じゃあ結構バンバン売れてんだね。バンバン、ありがたいことですね。思った以上に。あ、そうなんだ。売れてて。で、まだ2日目とかでしょ。いや、4日目。あ、4日目。3日目。3日目。俺は2日目。誰が知ってるの。俺が2日目。水が知ってるから。ああ。もう任してるから。あと、これ俺のスケジュールで。これね。今日が12でしょ。うん。次は3時から5時、うんうん、で次1時間休憩して、うんうん、6時から8時。あ、なるほどね。はい、で明日もいます、同じ時間、うん、で最後15日最終日は4時から8時、6時、うん、2時間。だから見つけて、なんかいそうだね、店員ね。店員、でもね、本当あれいそう。これ、まあ、あんま来ないじゃん、うん、まあ、ずっと見つけがこういるじゃん、うん、結構ね、あの、ちゃんとやってます。あ、そうなんだ。ちゃんと仕事してる。でも場所めっちゃいいとこにあるね。そう、場所すごいよね。エスカレーター降りてすぐだもんね。そう、わかりやすい、ね、うん、わかりやすいわ。本当にありがたい、うん、はいはい、はい、もう、これはモスクバさんのね、うん、あ、そっか、コラボか。そう、コラボなんです。達也来てるよね。そう、そうなんだね。これはモスクバさんの、まあ、おかげで本当にこういう、今回こういうのができたんでね、はいはい、本当にありがたいことです。なるほどね。種類もたくさんあって。本当だね。パンツも写して。なんでこの位置なんだって。確かに種類豊富だね。そう、種類もめちゃくちゃあって可愛いよ。なるほどね。じゃあちょっとお客さんも結構来てるから、はい、あのインタビューとかちょっと撮って、まあ、もし OK だったらね。OK だったらちょっと、そうですね、あの日頃 UB 来てさ、どんな感じ、ね、どんな感じなのかっていうのね、聞けたらいいなと。お願いします。遅い。お客様、今日はありがとうございます。ありがとうございます。姫お二人と、あ、三人。姫が三人。姫が三人います。いかがでしょう。いつもこうユーブランドを購入しますけど、どうですかユーブランド。もう可愛い。可愛い。可愛い。着やすい。着やすい。今日もアイドル。ユーブランド。あ、この帽子もですね。そうです。前の前作の。あ、どうも。あ、バッグも。バッグ。すごい、もう全部だね。嬉しいね。そんな、またこれからも、あの新作とかいっぱい僕ら出していくんで、ぜひ楽しみにしててください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
私は前回これと迷って小田さんにこっち選んでもらってどうだろう。これ気になるポイントは多分ずっと気になっちゃうから、俺自身これだったら裏が可愛いんでしょ。これだったら気になるポイントがあったら買っても気になっちゃうから気にならない方が。ちゃんとなんか店員じゃん、はい、めちゃタメ語だったけどなんでタメ語めちゃタメ語はあしでもね親近感大事だよね。あそれもねそう何 どういうだからこれを、うん、あどっちがおすすめっていう話。ああ日本かわいいこっちだね今試着したけど、うん、っていう話え？っていう話。どっちがおすすめっていう話。あで、なんて答えた？まああのこれはちょっと見えないから気になっインしてくるけど、あこれは見えなくて気になっちゃうんですっていうから、あその、まあ、気に入っちゃ気になるとちょっとやっぱずっと気になるじゃん。なるほどね。でもう一個の方来ましたかって来てないって言ったから、で一回来てあなるほど。とかパンツインした時に。気になるか気になっちゃうから。なるほどね。気になる子ってさ結構ずっと気になるよね。ああそっかそっか。あとなんか生地の厚みがどうかとかちゃんとなんかそれっぽい、ね、さすがプロデュースしただけあって厚みが違うんだよ、ね、ああなるほどね。そういうのはちゃんとじゃああれなんだできますよ捉えてるんだ。当たり前ですよ自分が作ってますから。三つ具の言い方に言ってことからしたのかそれすらもみたいな捉え方ができて、俺はここのそのどこに在庫があるかとか、あそういうねそういう感じのあんま立ってないから、あまあそうだよが分かんないっていうだけで、それはしょうがない。なるほどねっていうことだけ。あもちろんこれ分かんなかったら俺作ってんだよ確かにね。おかしいでしょ。それは分かんないわけないから。なわけない。むしろね、はい、了解です。ここにありがとうございます。ありがとうございます。どうですか今日もユーランド来てますね。いい感じです。居心地が最高に。グラフィックだこれ。もうあれだね、あのこれも完売完売したやつ。完売しました。いい感じです。帽子もね。帽子もはい違うぞ、ちょっと待って帽子ユーブンドじゃないですよまあまあまあ LA、まあ、LA ねえ、ちょっとしゃべってちゃんとお礼しなさいよ来てくれたんですから、ね、どうですか来てあなんかこう感想楽しい楽しい楽しい。あ、来てじゃなくて、ごめんなさい来てじゃなくて主語がねえ服を着て、どうですか。あ、服を着て、はい、いい感じ、なんか肌触り、はい、肌触りがいい。通気性が、通気性もいいデザインはどうですか。かわいいの。デザインもかわいい。ロック系で、そうあのね、まあ、メンズファッションです。女性も着れるってそうです、まあ、結構割とストリート系のストリート系のね、うん、感じで。ありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも来ていただいて台風にお気をつけてありがとうございます。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 はい、今日もありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日本当にここにはありがとうございます。どうですか、ユーブランド。そうですね、結構肌触りが良くて。ちょっとこれ、ユーブランドこれ、ユーブランド、ユーブランド。お前誰だよ。え、ちょっと待って、なんか見覚えがあるのかな。お前誰だよ。ちょっと、ハゲとりだ。ちょっと伸びてんのかな。ちょっと伸びた。イムじゃないですか。イムさん。イムです。イムさん。おお。まあ今日ね、来てもらって、突撃ということで。何着か買わせてもらって、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。今までしてください、はい、どうですかこうポップアップ見て。あでもすごいお客さんも入っててね、そう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 、はいはい、ありがとうございます。よかったなと思います。はい、はい、まあ、インタビューはあの2人ぐらいさせてもらったんですけど、やっぱ他の方はあんまり顔映したくないっていう、ね、はい、方が多くて、はい、まあ、でも今回は登録から始まって4日目ですね。そうですね。で15日まで引き続きねポップアップ頑張っていきたいですし、あとは達也も9月10日に鳥取でね、そうそうだ、エキシードマッチがね決まってますんで、エキシード、はい、鳥取休みにしてください。ガイナガイナソウガイナソウガイナ魂じゃないの、鳥取でね、ガイナソウですよ、ね、今チケットは、チケットは販売します。おお、はい、ぜひあの、まあ、概要欄にね貼っておきますので、はい、本当か取ってきて、本当かあるの、リンク、あるあるある、リンクあるの、だからじゃあ、それね、貼っとけます。はい、来てください。はい、いや、多分2人ともさ、こうやって立ってるわけじゃん、はい、だからポップアップを伝えれるのは俺しかいないな。確かに、そうそうそう、 YouTube、ね、YouTube 以外でも頑張ってるよと。そうそうそう、はい、ということですね。じゃあ、最後、締めてください。はい、締めまた、見てくださいね
最初はグじゃんけんグーポン。それでまた違うところで。チャンネル登録ありがとう、高評価もありがとう、今日もありがとう一日、明日も笑って一日。